こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、冷凍食品の銀座カリードリアをお腹いっぱい食べていきたいと思います。レトルトの銀座カリーってスーパーとかでよく見かけますよね。その銀座カリーの冷凍食品もあるんですよ。じゃあね、早速温めていきたいと思います。はい、我が家の冷凍庫です。まずは冷凍庫から取り出します。じゃあ封を切って中身を取り出します。こんな感じですね。じゃあレンジの中に入れて時間通り温めます。簡単ですね。じゃん、ということで15袋温めてきました。もうね、カレーの香りがめっちゃいいです。動画でも言ったことがあるんですけど、私の地元って文字なんですよ。焼きカレーが名物で、それ昔からね、カレーにはチーズをかけてよく食べてました。だからカレーにね、チーズは絶対必要ですね。冷凍食品ってレンジで温めるだけでいいから簡単でいいですよね。いただきます。めっちゃ美味しそう。じゃーん、チーズが溶けて美味しそうですね。わー、チーズがトロトロです。うん、カレーのように深い味わいがあって、ちょっと甘みとかもあって、あと好きな味ですね。チーズがやっぱりたまんないですね。1個目完食です。ルーに旨味とコクがあって、じっくり煮込んだような味になってます。ちゃんと辛みもあってスパイシーです。だからどんどん食べられちゃいますね。5個完食です。6個目です。もうね、お店で食べるみたいにすごい本格的な味がします。手間暇かけて作ったようなルーですね。10皿目完食です。11皿目です。具はね、お肉がね、ちゃんと入ってて、お肉の歯ごたえもあっていいですね。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。もう今日はね、銀座カリーが15個も食べられて幸せでした。カレーがね、とにかくめっちゃ美味しいんですよ。もうちゃんとね、時間かけて作ったって感じのカレーですね。でそこにチーズが乗っとってね、たまんないですね。作ったらやっぱ結構手間かかると思うんですよ。ちゃんとね、玉ねぎとかお肉も入ってますね。それが冷凍食品だから、温めるだけですぐ食べれるっていいですよね。しかもご飯もしっかり入っとって、カレーが乗っとってチーズが乗っとるから結構ボリュームがありますね。でとても美味しかったです。他にも冷凍食品シリーズには2個入りや銀座カリーピラフ、銀座おもはやしなどもあるようなので、気になる方はぜひぜひ説明欄からチェックしてみてください。とっても美味しかったので、皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。